キツネ一号さん、南無妙法蓮華経。あー、ちょこさんいらっしゃい。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。キツネ二号さん、決めたかおっさん。決めれねえわ。キツネ一号さん、おめこ。あ、いちごさん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 、お前が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 、あらゆるな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 、好きよ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 、ソーマン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 、お前が、お前が、お前が、あらゆるな、好きよ、好きよ、好きよ、ありがとうございます。キツネ2号さん、決選投票はよ。なんなん、沖縄って45分の。キツネ1号さん、ところで、セレブが金馬へと同棲する言うて、すぐ撤回したん知ってるか。マジで？どうしたいんやろな。まあいいんじゃない？いや、なんか、でも今日っていうか、正確には昨日やけど、そんな、金ちゃんと絡んでるようなね、大手のエセレブが僕の枠着てるってどういうことなの？じゃあお前あの子言うたって、キツネやからまだええけど、ほんま正味、僕が迷惑とかじゃなくて。キツネ1533、4日前、うん、同棲枠開いて、次の枠で否定しよった。あ、マジで？せっかくええネタ作ってそうやって配信してんのにね、僕みたいに仮想の枠来たらあかんで、ほんまあの子。それだけ寝落ち下げてるっていう自覚がないわ。キツネ1号さん、またさ言うから金抜くんやろ。また財布から。キツネ2号さん、閲覧欲しいんでしょ。まあ、あの子は閲覧欲しいんやろうけど、閲覧欲しいんやったらそもそも僕の枠来てコメントしちゃあかんよ、マジで。キツネ1号さん、おじさんにおめこしてほしいんやろ。それはないわ。そういうんじゃなくて、なんやろな。キツネ2号さん、お前は ATM。そういうところがあの子見透かされてるからダメなのよ。あれもこれも手だしね、こいつはお金、こいつは数字とかね、うん、じゃあそれは自分の実力じゃないから、うん、ではダメなのよ。キツネ3号さん、天岐阜応募した。あ、3号さん応募した。いや、マジで今回の天岐阜プレゼントはこれマジでガチでやるからね。で、まあ、ある程度ね、今回が好評っていうか、まあ、現状でも、うわ、マジで、たった一人で1000円分でもこんだけ来んのっていう感じなんで、次回は5人か10人に天岐阜配ろうかと思ってて、うん、それを500人にするか1000円にするかちょっと迷ってる感じやけど、うん。で、今回ともう内容同じにするから、今回ね、フォローとかリツイートしてる人は、まあリツイートはもう一回してもらわなあかんけど、チャンネル登録とフォローはしてる人はもうそれでいいから、リツイートだけしてくれたらいい感じでね。うん。キツネ2号さん、ツイッターと YouTube 名前違うけど、うん、ええのか。あ、それは全然いいんですよ。この、何？ツイッターの。キツネ1号さん、ワイワフワッチで、ウェブマネー1000円当たったで。マジで？ウェブマネー1000円が当たって、フワッチで当たんの？マジで？すごいね。だふわっちで稼いだポイントをみんなに還元していくから、それで僕自体がね、ツイッターのフォロワーとか、YouTube のチャンネル登録とかが増えたらそれでいいわけですよ、僕的には。それがだってお金につながるからね。で、またそれで稼げたやつはまたみんなに還元して、それを繰り返すことによってどん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 あらりが僕の中に残っていくので、全然それでいいですよ、本当に。うん、何こうだかな。お茶とコーヒーだけか。キツネ1号さん、おじさんのツイッターはエロばっかりやんか。ん？キツネ2号さん、そんなことよりデリヘルはよ。ツイッターはエロばっかり。あ、まあエロばっかりっていうのは、まあだって僕はそもそもエロサイトを運営してるっていう経緯があるから。とか前のやつの何座って、前のやつのなんかこう沖中部沖縄のなんか
クラス J とかのなんかもうこんなレシートまで入ってんねんけど、これ俺じゃないやん。キツネ1号さん、そうやそうやデリはどうなったんや。林純一様って書いてあるね。ちょっと待って、こんなんあかんやろ。前の人のレシート残ってるとかこれやばくない？まあええけどさ。デリヘル読むの？ちょっと待って。ちょっとどこ読もうかな。カルスガール。60分14。キツネ2号さんクラス JA 席乗ってるな。あ、そうなの。ベビードール60分13。チュラッコクラブイン沖縄70分13。60分1万。キツネ3号さん個人情報全然守ってないわら。いや、それはホテルに言うて、これは俺が守らなあかん個人情報じゃないからね。ホテルがゴミ置きっぱなしにしろが悪いんだから、うん、キツネ2号さんアンケートはよ。アンケートってどういうことよ。初恋50分9999円。どうしようかな。大体こうなったらね、どこももうあれなのよ。あのキツネ2号さん、リスナーに決めてもらおう。運なのよ。あの安いとこ読んだってね、もういや今日もいっぱいなんですなのかね、全くよその店に振られてよその女の子が来るのかね、もうそんな感じやから、うん、どうしようかな。60分1万、70分1万、60分4800円。恐ろしい。60分4800円。50分1にオープンキャンパスな。だってそもそもオープンキャンパスで女子大生じゃない年齢のやつしかおれへんのに、オープンキャンパス呼ぶ意味がわからんねんけど。で25とかよ、オープンキャンパスちゃうやないかお前。そもそも22、25、20、19、22、うん、キツネ2号さん出張費高いとかありそう。出張費が高い。あ、一応まあまあ大体でも那覇市内は交通費無料がほとんどですよ。うん、というかね、顔の写真でね、もういきなりこんな、もうあのこんなやつらね、もう絶対折れへんから、こんな渾身で折れへんから、こんな、うん、キツネ3号さん VALU って審査何日かかるんや。最短即日ですよ、バリューの審査なんて。まあ大体2、3日。キツネ2号さんそこにしよう。そこにしよう。65分15、うん、60分13、うん、パネル閉めでけへん時点で終わってるやろこの店。キツネ2号さん特急おすすめよ。安すぎるやろ。安すぎる時点で、なんも安すぎる店なんかな。そもそも地雷店なんやから、うん、ちなみにあの誰、ちなみちゃんはプロデュースにいたのよ、うん、これやな。ゆかまやあすみ、名前とかだけじゃなくてちゃんと身長とか出しとけやな。みんなめんどくさいやないか。キツネ2号さんを前が呼ばないとこっちも寝れない。そんなんで寝られへんのマジで。だってももやちゃんさんちゃうやから無理やろ。きなのちゃんは明日の朝やろこれ。もうおれへんやこの店。ほんなら3時上がりや。もう何プロデュース自体がもう閉店やないかこれ。何やねん。プッシーキャット60分6000円。奥様ほんま寝てまいそうやねんけど、呼ぶ電話した瞬間ぐらい寝てまいそうやねんけど、それってどうなんの。
キツネ2号さん行動が遅いんだよのロマ。別にだって、あの君たちみたいにデリを呼びたいなんか思って、これっぽっちも思ってないから、うん、別にデリヘルを呼びたいなんて気持ちじゃさっ、まっさっぱりないからね、ほんまに、うん、このゆいちゃんってこと、1月10日21分ゆいちゃんってな、受付終了やん今日。何で受付終了ってや、狐2号さんビンビンやろ本当は立ってねえわ、どんな子いなくない、これ。キツネ2号さん強がるなって。2時5時160、150、まあ、ギリギリみやびちゃんやろうけど、これ多分前呼んでんのよ俺、前この子来てんのよ、この子来て、全然タイプじゃなくてもう嫌やったのよ、どうしようもないのよね、この子来られてもどうしたらいいのって感じなのよ。この子に来られたもんな。キツネ2号さん格安店のフリーはよ。あ、格安店のフリー行こうか。格安店のフリー読んで地雷踏んで遊ぼうか。1万円捨てて遊ぼうか。それいいな。1万円捨てて遊ぼうか。どうしよう。ちょっと待って。ちょっと待ってや。那覇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 どこや、あ、那覇な、キツネ2号さんドキドキするやろ。ドキドキせえへんわ別に、なんとも思えんよもう。デリヘルオールスターズ70分3万円高いな、70分13、まあ、1万円捨てるか、1万円捨てるお店どこ、1万円、これなんで値段乗ってないのこれ、つまみ食いなめてんのかほんま。12960、13000円、12000円、6000円。やっぱ奥様特急やな、奥様特急しかねえな、安すぎない60分6000円で、頭おかしいろこの店ほんま。なんだ2800円とかな書いてあるし、頭おかしいんじゃんほんま。キツネ2号さん6000円決定。いやいや、もうええわもう。これ大学のこれ、ほんでフリーで読んだら。31歳とか全然興味ないねんけど。キツネ3号さん24時間営業わら。そうそう、大体24時間営業言うてもね、そんなちゃんとした時間なんかおれへんねんから。あの沖縄のかっちゃんさんやどんだけ書いてんのこれ。どんだけこいつに、沖縄那覇のかっちゃんさんどんだけこいつ返事書いてんの、頭おかしいなこれ。妊婦とか来られてもしんどいやろそんな。あと身長がでかいやつとか来られても嫌やし、どうしたらええと思う。もう眠なってきてんけど寝ていい、もう寝ていい、どうせ出てくる予防枠とかしたらお前ら好きなようにすんねやろ。どうしたらええのこれ。30分特急コース2800円。2800円ってなんなん。キツネ2号さんふざけるな。何がふざけるの。2800円ってなんなんこれ。どういうこと。デートコンパニオンコース60分8000円と、キツネ2号さん2800円にしよう。
いや、絶対呼ばれへんやろ、キツそんネな。2号さん50ちょう分どもええ5000円やや、ん。こちら。どういうこと？なんなん？もう、要は値段がなんて意味が分からへんねんけど、これ電話して聞いてろか、ほんま腹立つわ。ちょっと待って、コーヒー飲もう。キツネ4号さん部屋真っ暗にしといたらええやん。まあね。ていうか、お風呂も湯ためてね、もう部屋も真っ黒にして。キツネ2号さん電話早く。何がやねん。何やねん、電話早くとか。意味がわからん。ちょっとコップ持ってくるわ、コーヒー飲もう。まだ。キツネ3号さんデリヘル枠なら3桁いくで。デリヘル枠楽しんでんのお前らだけやで。じゃあ一回これ枠閉じて、すぐちょっとデリヘル枠開き直すから、ちょっと待ってや。デリヘルよ。